皆さん、こんにち、おはようでマーティン、ダーノミヤクボーイ、キングタカです。笑点若手鬼にぎ2000年代、2010年代、20年代、いろいろ変わってますね。はい。若手鬼い,いろいろ変わってますね。笑点、特大号でも若手鬼から始めたそうです。復活したのは。まあ、不定期で放送したけど、笑点、特大号で若手鬼月に何回かやってますね。はい。ただ、プロ野球中継の場合はありませんがね。はい。若手鬼よく出てるのは春風亭昌屋さんと、 霊霊者マルコさん柳家わさびさんあとは桂宮治さん立川隼之助さん林家麒麟さんあとは三遊亭トムさんなどいろいろ,いろ出たけど真似かか、ま、に髪形か,から大阪ですね髪形か,か,から来る人もいますね桂三四郎さんですねはい分子師匠の一問ですねいらっしゃいはいこれねいいですねこれもう解きましたおいおいおい,おい,おい これ、椅子があればいいんだけどね転倒点灯するシーン。椅子座って、あの、こういう、大ボケするとき、こう、こけるやつ、いいですね、こけるやつ。うん。はい、新婚さん、いらっしゃいでやってましたねまあ、若手鬼、初期とは全然違いますね。座布団ちゃんとあって、商品ありますね。司会者は、春風亭翔太さんのみならず、林家三平さん、円楽師匠。まあ、商店メンバー、川川で司会やってたね。 若手大喜利の特大号では普通の商店ではまあ司会者はまあこれも一応変わる変わるやってますけどもね何回かというか1回くらいしかやらないそうですね前編後編に分けてですただはいまあ若手大喜利は確かにいいものでございますはいまあ落語家真打ちになる落語家候補何人かいますねあとは女流大喜もありましたね女流さん 商店の、はい。女性の落語家もいますね。もちろん女優さん。はい。すごいもんですね。大したもんでございます。はい。林家、えー、鶴子つるさん出てましたね。テレビ番組でも。春風でぴっかりさん。あとはまあ、林家、安住さんなど、いろいろ面々出ましたね。はい。実は林家、菊く大喜利。林家、菊く一問で出る大喜利もすごかったです。こたくんとかも出てたし。えー 菊王一門の鬼も驚きましたね。はい。円楽一門の鬼喜見たいです、今度は。はい。以上です。バイバイ。